はい、手です。はい、手です。よし。はい、手です。よし。はい。始まるよ。今回は第10回ハロウィンカブトカユルメひよこ2匹の D90 イーシーになります。モフおじです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。うん、出てますね、ちゃんと。ひよこさん待ちましょう。そっちにしたの。じゃあ始めましょう。コバモンモフさんとジアンです。本日もよろしくお願いします。ひよこ2匹のドラクエ10やっていきます。今日はあんま決めてないんですけど、まあハロウィンの家具をとりあえず設置するっていうのをやっていきましょう。イベントがないっぽいんで。まあ月見のやつがあったんで、その代わりないっていう感じですかね。こっちに関しては。そんな感じだと思いますね。で、場所は、あれさ、ウルフェアス。あ、あ、ショップポイントももらいたいですね。ショップポイントと、月末なんで、ショップポイントと、あと、どれだどれだこれか、ヨロズヤロココ。ヨロズヤロココですね。ウルフェアの街です。はい、はい、お店へ行きましょう。21番。ハーバー21番。どこでしょうね。まあ、いつものとこ行ってみましょうか。ああ、いたいた。あれだ。あれだ。ユーズやろこ。新作がないんじゃない？多分。どうなんでしょうね。わかんねえな。ああ。すごいな、あんな、この辺の、たっけえの。ぬいぐるみ関連か。ぬいぐるみ高いっすね。お化けぷくり。気になるけど。一個ぐらいは買ってもいいよね、このするけど。たっけえな。ちょっととりあえず金下ろさないとねえよ。金下ろさないとねえよ。今金貯めてる途中ではありますけど、買ってもいいかなって、1個ぐらいなら買ってもいいかなっていう感じであります。どれがあれかわかんねえけど、
かぼちゃの椅子。かぼちゃベッド。あと、机かな？机。テーブルでいいんですよ。テーブル。これか。もう一個ぐらい必要ですか？はい。あ、この辺ですかね。お菓子は置きます。ハロウィン投影機。こんなのあった。面白そうですね。うん。5ページ目のやつは結構面白そうな。ありそうですね。金足んなくなったから20万のはいいや。こんなもんでいいっすか？結構適当っす。はい。うん。というわけで、ちょっと各自でセットしに行きましょう。これはないっす。これなんだ？生きからパウダー。これあるか。アイテムとして使うタイプなんですか？まあいいや、とりあえずセットしに行きましょう。どこにセットしよっかな。とりあえずハロウィンスペース用意するっていう感じですかね。2階あって。いや、2階もほぼ埋まってんな。もう季節物になってますね、2階は。この被ってるかもしんねえな。結構あるぞ。結構あるわ。すでに。じゃあ、この辺にセットしておきましょうか。これ。これは外か。あ、これはなさそうです。ない。窓。ああ、窓はかぶった。窓はかぶりました。しょうがないです。これは持ってないです。いや、あるな。いや、めちゃくちゃあるわ。で、こっちにしたのか。ちゃんとね、かぶった。これはないっす。いいっす。あと椅子を2つ買ったんで、設置して。おー、かわいいっすね、かぼちゃ椅子。
これは被ったね。これは被った。お、184になりました。かけるのむずいんだよこのゲーム。魔法師です。40代になってもそこまでシワは出てきません。これが気になりますね。変わったといえばも宮城白髪が増えてきたぐらいですね。芸能人見ると50代ぐらいでシワが増えているように見えるので、そこら辺になったら面白いですね。あ、これ面白いですね。だからここじゃなくてもいいような気がしてきた。配置場所は後でまた考えましょうか。いろいろ変えられる。で、これにして。窓の種類変えられん。難しいっすね、マジで。いい。ああ、これだ。あ、変えれますね、変えれると。見えねえ、見えねえよ。緑に光る窓。なるほど、緑になる。あ、これがいいっすね。怖っ。怖っ。これがいいっすね。いいね。よし、あと2話。2話は、どの辺にしましょうかね。今、前設置してんだと思うんだよな、去年分。この辺が去年のか、これだ。いやー、かぶってなきゃいいけど。あー、かぶった。かぶったー。これどっちもかぶってんだ。しょうがないっすね。ハロウィンは新作が出ない限りは、炙りです。増えました。いいんじゃないですか。じゃあ、ひよこさんとか行ってみましょう。そう、金も預けちゃう。カード期限切れだわ。最低。最低ですね。まあ今は気楽にできるからあんま気にする必要ないですけど。過去の。じゃあこっちだね。金。
かぶってるかかぶってねえか判断するの大変だな。この投影つけとくといい。そうすると配置場所が、こっちがなんかついてます。この辺についてますね。お化けが。ギッチだ、一サイズ。なんかね、整理するアイテムがあるっぽいんだもん。それを調べた方がいいっすよ。これも。こんなのもあんだ。意外とありますね。知らないぞ、この辺とか。こんなの、かぼちゃテスト写真撮ろっか。何か、これ何これなんだこれ。これ、これなんだ金のかぼちゃ。かぼちゃ。これは座れんの座れねえ。テストだからあれか。アイテムを入れられんの。またオッケーなとこ合図入れてくれる。面白いですね。かぼちゃキッチン。いいね、いっぱいあるね。
あとは。そっか、外は入り口のとこ変わってたもん。これ2個になったクリポ。クリポサイズにしないと合わないっていう。モフさんとおじやんです。先日略称はモフおじで決定しました。よろしくね。もうイベントがないんで、完全なるハロウィン気分です。ちょっとだけちょっと増やすわ。あの、俺の。ちょっと待って。さっきのひよこさんの見てちょっと増やそうかな。バスタブとか。人形はなんかすでに1個設置してたんで、まあ、いらねえか。とりあえず。高いんだよな、人形。安くしといてほしいっすね。ちょっともう一回俺部屋行ってくるわ、じゃあ。そしたらオレンジ。で。これか。これっすね。あ、確かに安くていいっすね、これ。キッチンとかも安いっすね。チェストぐらいにしておきます。OK。よし。じゃあまた家帰って。仲いい。あれいねえじゃん、あれ。あれどこ行った？来た。いやー、風呂どこに設置しようか。あ、これ設置するか。そこに飛ばして。これじゃね、もうこれじゃね、こっちだ。
いや、僕はすねえよ。この辺にしときましょうか。あと本だな。これ安くていいっすよ。かわいいか。本を読む。変わった本はない。そんな演出もあるんですね。これが入って、あれっすね、マークがつくだけ。マークつくの？これ。わかんないっすね。すでについてるから。うん。じゃあ、こんな感じです。適当に。あーでしたもう。ここだけハロウィン。もしかしたら、壁に向ければ壁になるってことです。ああ、こうっすね。こうですね。こうすると壁に、はい、絵が出てる。しかもドット絵ですね。しれっとドット絵なのが面白いですね。ああ、やっぱこれか。アイテムか。ああ、そうっすね。そうっすね。もう新作以外は満足っすね。ハロウィンに関してはし。入ってました。はい、OK です。あ、こっち家具なんで、サブはないです。あれですかね。サブの家設置をやるかどうかっていう感じですかね。あれですかね。とりあえずショップポイントだけやろっか。あ、ちょっとこれ設置してね。このアザラシのシレット可愛いっす。使う。
あ、調理。調理できるの面白いです。うん、OK です。魔法師です。窓を開けるともさんが警備してくれるので、うちは安全ですね。月見の時です。ショップポイントもらいに行こっか。メギストリス。メギストリス。なぜか、ビギナーズじゃなくなってるっぽいですね。場所はわかんないですね。メギストリスのどこだ ?G の4。G の4ですね。G の4。あー、はい、はい、店が並んでるとこっすね。じゃあ、オシャレストリートだ。オシャレストリートに行ける。はい。あれかな?ショップ店員。それですかね。これだね。やつなんか違うな。なんか違う。なんか違いますね。あれそのポイントくれるやつ誰だこれじゃねえのか。ダフね。あ、こっちだ。こっちだ。これですね。また1年間なんか忘れずにっていう感じですね。では何ポイントあるの?あ、300あるの。これ期限見といた方がいいっす。どうしよっか。シナリオ進めるか。まあ家を、サブの家を建てるかってのもありますけどね。いや、サブの家建てんだったらあれですよね。配信外でいい気がする。うん、了解。じゃあ、酒場行こっか、とりあえず。酒場に。あと金も預けねえとな。じゃあタイトル変えるわ。タイトル変えるね。パート7の、シナリオはイーサの、まあね、あそこは今一番エリアとしては多分2倍がいいと思うんですか。楽しめると思います。入り口で酒場寄って。メギトリスは結構人が多いから、賑やかっすよね、ここ。結構人多いっすよね。あ、これもあった。これもあるわ。ひねり。
フレイム。さあ、いるかな？控えといて、まさに回復をする。あともう一人どうしよっか。もう一人適当でいいんだよ。適当でいいんで、130のやつ、バトル。まあ、いいんじゃないですか。じゃあ、イーサの村へ飛びましょう。俺の方に登録してある、イーサの村。探索からっすよね。ま、村の探索は終わってないんで、探索からしよっか。宝とかもなんか、見えしたからね。会話からしていきましょう。この村は今、切実な食料不足で困っているの。数少ない食料をみんなで分け合って、なんとか食いつないでいる状態だ。あなたはさっきダストン様に名前呼ばれていなかった。ダストン様なら村長の家よ。あ、そっか、ダストンが去られてった。村の奥島の一番高いとこにある気になるのと尋ねていた。そうっすね、村長だね。村の人たちにダストンが去られてたところだっす。ここ行ったっけ？ここ行ったような気がするな。ここ行きましたね。こっちから行こっか。広いね。預かり所。壺とかないですかね。郵便局。郵便局クエストないですね。かと道具。あ、本棚あります。伝説の緑の。道具屋。まあ一緒か。道具は一緒。道具線はいくつあったか ?25 か。大丈夫ですね。掲示板じゃねえんだ。いや、いいっすね、このグラフィック。本当、あれっすよね。独特っすよね。見た目が。あ、だからあった。だから。ああ、正解時なんだ。オッケー。ありがとうございます。じゃあ、教会も見ていくか。教会はこんな感じですね。
木王子です。ここは普通に散歩とかも楽しめるとは思うのですが、朝夜の木さんのご飯をあげるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。じゃあ下側ルート見てみましょうか。お腹すいてる。なんか食料問題が出てるっていう話でした。泣いてる。SS 撮ってた。SS 撮るなら撮るけど、それ撮ってないですね。 SS 撮ってないよな、ここ全然。撮るなら撮るけど、ちょっと待って、これもらっとくか。ま、完全なるマックス。福引きできないんだ。まあそうっすメタル系があると多分ネビラゲに使えそうですね。あと、まだ大丈夫か。毎週溜まりますから、勝手に溜まるから、それ名声を上げとくと、どんどん金額増えていくっていうのがあれですね。名声を上げるのはクエストをひたすら進めていくしかない。お料理アレンジ。あ、お宝が入ってる。いや、フィルターどれがいいんでしょうね。難しいっすね、ここ。何も設定しない方がいいかもしれないですね。ああ、OK。行きましょう。もうレッドかわいいっすね。赤い。広いなぁ。ダズトンさんも麗しきお姿をもっともっと見つめていた。いやー、趣味が悪いですよ、あんた。ここ釣りができる感じですかね。いや、そうでもねえな。そう。じゃあ、ここ行ってみましょうか。
いや、食料問題かなり深刻ですね。ここをクリアするぐらいにはそれがどうにかなるってことですかね。これはエステラ。はい。うん。小さなんだ。ああ、こっちは緑のベッド。セーラー作る。本当かよ。お、黄色いベッド。いや、もうダストンが救世主になれるととてもでも、ね、思えないんですけど。あと下の部屋行って終わりっぽいっすね。そっちの家行けば良さそう。よし。ガビーロ遺跡探訪。近くにある遺跡のことですか？あ、これを取ってこいってな、なりそうな気がしますけど。どうでしょう。上行っちゃおっか。もうそこは村長の家です。うん。あ、ここもいるね。レノリム。この上は村長の家系じゃないといけないのかな。いや、違うな。普通に行けたわ。あ、来た来た来た、始まった。可愛いんですよね、この女の子。ちょろっと出てましたよね、前回。可愛いんだよ。ごめんください。はいはい、どうなった？キャ、リルチェラ。お久しぶりです。ヒアーネオクちゃん。じゃなくて、オクタ。間違った、奥様。何の用かしら？私もダストン様に会いたくて。それはできないわ。ごめんなさいね、リュウジラ。どうかお願いだから帰ってちょっと。ご報酬です。
窓を開けるとも不安定ですね。だって村のみんなに会ったんですよ。私だってダストン様に会いたい。おい、どうしたんだ？そんな玄関先で立ち話か？それがリュウジェがダストン様に会いたいって尋ねてきて。リュウジェは村にはあまり近づかんでくれと言ってあるだろう。ダストン様へとめず、恵みの儀の準備で忙しい。我が帰ってくれ。あ、この女の子はこの村に住んでないってことですかね。リルチェラ。おー、やい、元気泥棒のリルチェラ。こんなとこまでやっぱはるばる訪ねてきても無駄だってことようだな。ジャイム、ギエイズ。お前みたいな奴が村に来ると迷惑なんで、ヒアーネ奥様の顔を見たらまるっきりビーストじゃねえか。そんなことないもん、意地悪言うな。ビビってる。え、お前が怒ったって俺は怖くねえぞ。怖くねえぞ。おっと。わあ。え、これ何？凍りついたってことですか？リーダー？すまん、悪気はなかったのか。ああ、なんてことだ。ほら見ろ、お前のせいでリーダーひどい目に遭ったじゃねえか。お前が来るとみんな嫌な思いをするんだ。元気泥棒は村から出てけよ。いい。なるほどね。不思議な能力を持ってるってことですね。クソ、いつか仕返してやるからな。あええ、もういるし。あええな。いや、いいっすね。絶景ですね。オッケーです。いやいや、なんだお前ら、おいら、村の少年団第2号のリエグちゃんだぞ。でも今はそんなことはいいんだ。おいら、元気泥棒に怒ってるんで、あんな奴が村を歩けなんて迷惑なんだ。いや、お前、村長の家に行きたいのか？だったらすぐそこの家がそうだぞ。だから、ちょこちょこ出てくるってことですよね。宝ないっすね。宝ねえ。怪しさ満点ですけど、まあ、なさそうっすね。オッケー。じゃあ、入ろっか。ダストンさんは我が家に呼んだんですか？人品主義の配慮。詳しくは夫に聞いてくれと。うん、あなたは先ほど女性神官の方と一緒にいましたね。教団の方でも緑のものへの面会はできませんぞ。この領海の民は凍てついた過酷な世界でも恵みの木と呼ばれる大事なおかげで、これまで生きながらで来られました。寒さ厳しいこの領海でも、恵みの木の周りには植物が育つのですよ。ところが、最近になって領海の寒さが一段と増し、恵みの木が凍りついてしまったのです。このままでは食べていくこともできません。伝説の緑のものとは恵みの木を直し、その後に私たちに緑をもたらす人のこと。どうか緑のものを邪魔しないでください。カズヤ村長にダストンを探したことを説明した。あとダストン様と知り合いなんですか？確かに先ほどダストン様は何やら奇妙な名前を呼んでいたような。で、あなたのその姿は私たち竜族とは違うようです。ダストン様と同じく異世界のからの客人ですか？わかりました。仕方ありません。本来なら儀式の準備のため会えないんですが、ダストン様に会うことを許可しましょう。ダストン様は2階の部屋におりますよ。ただし話が終わったらここに戻ってきてください。お願いします。
あ、いた。普通にくつろいでるじゃね。いや、元ポツコン2号。あと、足は迎えに来たんですね。早く足をこっから解放するんです。ツッコン突進機が。花が咲いてるね、はいか。なんです、敵意識始まる。出してもらえそうにない。ばばばばば。びっくりですよ、元ポツコン2号。あんたはそんな使えない奴だって、ちょっと見直しましたよ。とはいえ、足はここに来てからですと、持て合わせれば、ありがたられるわ、でも、うんざりしてるんです。うんざり、げんざり、げんなり、げっそりですよ。花咲いて。こっちの世界に着いた時、でかい木の上に落ちたんです。これでこの扱いとかひどいったらねえです。ピラミッドたちはなぜかわしの頭を見て、伝説の緑のものだとか言ってくるんですよ。全く意味がわからねえです。それがわしと竜族の没婚。ポンコツ娘を引き渡したことも許せねえです。あいつはお気に入りだったのに。とにかくあんたもわしをこっから自由にする方法を考えるです。わしもいろいろ試してみますから。ポンコツ娘扱いになってる。しかもこれだけなんだ。中入れねえんだ。入れねえよ。ダストン様とお話できたようですね。やはりダストン様のご機嫌は優れないご様子でした。きっとダストン様は儀式の準備が滞っていることを気にしているに違いません。実はあなたにご相談があります。伝説の緑のものは、恵みの儀という儀式を行い、恵みの木を再生させるのですが、私たちは儀式に必要なものが入手できず困っていたのです。見たところあなたは随分と旅慣れた手慣れの様子。どうでしょう、私たちを助けると思って恵みの儀の準備を手伝ってくれませんか。教団の方が探しているという塔も凍りついた恵みの木によって閉ざされた道の先にあるんです。恵みの木が流れば塔への道も開かれましょう。お願いです。どうか、恵みの木、儀の準備を手伝ってください。はい。そう言っていただけてよかった。ありがとうございます。では早速ですが、あなたには意識に必要なあるものを取ってきていただきたいんです。来たね、お伝え。それは、ああ、もうさっき本棚で言ってたやつですね。行光、この、魔鉱石というオーロラの、光を浴び続けた石、その鉱石は伝説の緑のものの力を引き出すと言われています。ですが、恵みの木が凍った後くらいでしたか、魔鉱石が取れる遺跡の奥に凶悪な魔物どもが住み着いてしまい困っていたのですよ。どうか遺跡まで行き魔物どもを討伐して、漁港の、魔法石をこれ持ち帰りください。これあなたに渡しておきますね。カズヤのクリスタルピッケルを手に入れた。漁港の魔鉱石は、とこしえの、表現の東の果て、アビーロ遺跡という場所で取れますよ。渡したピッケルで削ってきてくださいね。了解。オッケー。最初。いや、早速洞窟っぽいですね。洞窟っていうか遺跡か。遺跡探索から始まるっぽいですね。じゃあ、楽しんでいきましょう。ふい。もう話して、オッケージのためにゲームといのになったのに数付けない東の果てだけをつけていくんだぞ。了解です。ああ本当に東っす。あ多分全部行くことになるんでしょうから、あとりあえず向かえばいいっす。あれですね、あれだけは見とくのか。いやー誰やってねえかわかんないっすね、パッと見。いやー、多分やってないっすね、こいつも。お掃除です。どっちもやってなさそうですね。ベタを噛まれます。意地悪です。見破る。
ダースギズ。桜ってちゃう。いやー、ちょっとマキャデドスとか言ってる。ひぃ、ははは。暴れ的強いから要注意ですよ。これ、結構実装当時苦戦した記憶あるんだ。火通らねえかも。どっちかって言うと氷の方がいいかもしんないね、こいつは。多分炎タイプなんだ。フラッペリ。闇の部です。どうしようか。祈りをして、こういうとこありそうっすよ、ね。こういうとこ。トロールキングがいる。トロールキングが多分やってるはず。休みです。トロールキングがやってます。いやー、このキラキラが全然見えないっすね。これだ。これだ。うん。えい、マザーダイズ高いからね。しっかり取って。な気がすんだけど、いやーもう全然覚えてねえよ。キラキラマラソンルートをなんかね回ってね、基本的に金策するんですけど、覚えてないっす。あったあったあった。これだ。はい、氷の結晶。最新パッチのあれですね、エンディングはあれですね、あ、公開するなんだってですね。だからちょっとやっぱ遅れてやった方がいいのかもしれないですね、配信としては。まあ当面追いつかないんでいいんですけど。配信禁止だとね、もうラスボス倒した時点で、あれ、もう配信止めなきゃいけない。めんどくさいっすよ。後日取り直しができればいいですけどね。取り直しするときはあれですね。遮影機で、ハウジングの遮影機で確認するしかないですね。取れね。あ、オッケー、ヴィーナスのね。いやー、装備が出てきやがった。
となんか、ああ、この辺戦ったことなさそうだ。こいつとか、なんだこのレインボーの爆弾よ。レインボーの爆弾よ、多分ないです。うん、ないっすね。なんかあのでかいのもないかな。パッと見はね、ないっすね。オーロラアームド。この辺のやつは多分ドラクエ10にしかいないんで、ね、貴重っちゃ貴重っす。色違いですか。あとあの好きなやつこれ。ディスマーキュリー。いや、さあ、これで埋まったんじゃないですか。あ、もうザクは戦わなくていいっす。オッケー。いやー、見えねえなー、アキラが。同じ色にしとくのやめてほしいっすね。なんかいる？いますね、なんか。いや、仲いいな、あの二人。あった。ああ、狭いじゃん。すぐ着きそうっすね。ああ、すごいっすね、ここ。ちょっと、一枚取りてえな。なんかいいとこねえかな。敵がいないとこがいいな。この辺がいいっすかね。ちょっと、顔的に降りれる。降りれる。オーロラっすね、完全に。どっちがいいっすかね。オーロラ取りましょうか。ああ、まあ、こっちでもいいっすね。境界側を取るな。まあ、どっちでもいいよ。まずこっち。人間だとは思うのですが、朝夜のモッサンのご飯をあげるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。
うん、オッケー。ああ、やっぱこっちも取ろうぜ。そっちだ。そっち。めっちゃ。うん、オッケー。ちなみにここは、あ、一体しかいないっすね。あ、だからあった。うわぁ、これは見逃しやすいっすね。小さな。すげえっすね。上から絶景ですね、ここ。よし。ああ、ちょっと待って、即ボスじゃねえ。いやー、それは想定してなかった。そっか、ボスがいんのか。いや、せめて扉があってほしかったっす。ぐわ来た、早速来ましたね。はい、頑張りましょう。遺跡を荒らす魔物たち。剣士を使っちゃう。危ねえ、耐えた。いって、俺に来てるよ。いって、この野郎。ダッパース使うでーねトラックエファイルかっこいいっす。あーと次のが出てきやがった次の出てきてるよいやいや危ねえしかもネクロバルサじゃねえけどやばいのしかいねえじゃねえか。いや、危ねえ。いや、ジゴデイン使ってきてる。危ねえ。頑張れ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 。範囲系でいいんじゃないの？範囲系ガンガンいってる。いや、もうどんどん次のが出てくるわ急いで削るんだ。ピラミッドみたいな感じですね。やべえ、寝やがった。いやー、ちょっと待って、寝たよ。ナイス、ありがとう。いやー、それキラポンしといた方がいいな。キラポンしとくか。キラポン。これもやってることはオフラインと一緒です。
うわ、来た来た来た。すげえ来た。猫が。すごい出てきたね。魔獣、魔獣いいよ。攻められて逃げろ、逃げろ、追いついてないですね。ガンガンかけてきました。いやいや、死んだか。さすがに死んだか。強いっすね、こいつは。めちゃ、こいつだけめちゃくちゃ強いよ。ごめん。よしよし、いいよ。家狙われてますね。頑張れ。いやー、ちょっと、すごいね。人は、ああ、いや、元気だわ、使いたかった。残念。うん、これですかね。魔鉱石。火山はクリスタルピッケルで巨大な鉱石の表面を削り取った。火山は玉鉱の、まあ、鉱石を手に入れた。オッケー。うん、これ終わりっぽいですね。これ綺麗ですね。これ取りましょうか。じゃあ村戻りましょうか。いけるよね。
ルーラー、いいっす。やでは止まってみましょうか。安い。では村長に、この問題だっか。大岡寺さん、待っていましたよ。玉光の魔鉱石をお持ちいただけたんですね。さあ、それをこちらに。はい。クリスタルペッケルも返却したので。ありがとうございます。この礼は儀式の後で必ず。というのも少々困ったことになっていまして。実は先ほどダッソン様の部屋を訪ねたんですが、お姿は見えず、どうもどっか行ってしまったね。うわぁ、めんどくせえなぁ、この野郎。せっかく儀式の準備が整えそうなのに、肝心のダッソン様いないので、元も困りません。とにかく、この、魔鉱石のことは本当にありがとうございました。わしは村の元ダッソン様を探しています。ダッソンを探した方が良さそうだ。村の中に何か知ってる人がいないか話を聞いてもらってみよう。ってことはあれかな、ピンクの住民に話していけばよさそうですかね。入れんの、やんのか。あ、入れた。宝ありそうっすよね。あれちょっとイベント扱いになってんな。ってことは探索できねえな、まだ。いないっすね、確かに。どうやら今は誰もいないようだ。ダストも探した方がよさそうだ。まあそうですね。おお、なんだお前、俺は村の少年団リーダージャイム様だ。なんだってダストン様がいなくなったら俺は何も見てねえけど。へへ、少年団員はさ、俺とリエイグの二人だけじゃないんだ。もしかしたら、あの団員が何か知ってるかもしれない。村の子供はみんな団員だから、子供を見かけたら話を聞いてみる。もちろんジャイム様の命令だって。なんで子供が知ってんのかもよくわかんねえけど。じゃあ下降りてみましょうか。全体になってるよ。とりあえずピンクいやつをとにかく探していく感じですね。あとあそこに子供がいるんだよね、二人。ああ、でもピンクじゃねえな。うん、わかんない。いますね、ヤミーってのは自分の家にいる。はいはい。了解です。じゃあ、どっかの家に入れ。家ってどこだよ。あっか、奥の方か。ここどうやって行けばいいんだ。この持って行けばいいのか。多分、エリアチェンジがあったところでしょうね。おそらく。あ、ここはいねえな。ここはいねえ。ダストンがいないってだけで会話、ごっそり変わってます。
じゃないかな。あ、開いていた。闇。ヒントになってそうですね。小さなホラーない少女が住んでる。これさっきのあの、女の子だよね。私、リューチェルさんと友達になりたい。でも、まあ、パパもダメだっていうの。どうしてかなつまんねえ。兄ちゃん、ダッソン様を探してるの。本当にダッソン様は私と同じで、リューチェルちゃんと遊びたかったみたいな。もしかして会いに行ったのかも。ああ、やっぱそうですね。これだ。リューチェルちゃんは村から東にある小さなホラーに住んでるんだ。村のことはあまり会ってくれないんだ。前にお家の扉を3回ノックして大きな声でおままごとしましょうって言った。扉を開けて少しだけお話ししてくれた。おままごとしましょうって多分正義で話さないとダメですね。了解。じゃあ向かいましょう。3回ノックを叩いて、おままごとをしましょう。リルチェラさんは特別な能力を持ってるから、町の外に住んでるっていう流れ。小さなホラーの近いっす。うん。コース。これかな？これっす。はい。ああ、いいっすね。この BGM 好きだな。3回ノックだった。なんと、ドリア向こうから声が聞こえてきた。ただいま留守にしております。ご用の方はまた後じゃなくて来てください。3回ですね。扉は3回ノックしてみた。ただいま留守にしております。ですが、もしか、何か言いたいことがあったら、扉の前にチャットの周りに、ご用件多いけど、これ言ってみてください。はい、了解です。まあまあごとしましょう。びっくりマーク。いいよな。え？あなたもしかして闇井ちゃんから何か聞いてきたの？ちょっとだけ扉開けるね。うん、良さそうですね。あなた誰？あ、そっちは見ちゃダメ。いやー、いますね。ケツがもうすでに見えてるわ。プルプルプル。元ボス管理を驚かせないでください。せっかく逃げ出したにわしは村の誰かが追いかけてきた。どうやら村の奴らは一緒じゃねえよっす。ダストンさんも叱らないで、私に会いに来てくれたからきっと、ここでちょっとお話をしてただけなの。あなたはダストンさんの友達なの。じゃあダストンさんも叱ったりしない。大丈夫ですよ。こいつはわしの元助手で、今も下働きみてえなもんです。よかった。はじめまして、ダストン様の友達さん。私は、ダストン様と村の人よりも、先に恵みの木の前で知り合ったんだよ。ダストン様はお空からポーンって落ちてきたからね。すごくびっくりしたけど、私思い切って話しかけたんだ。でもその後すぐに村の人たちがやってきて、ダストン様は伝説の緑のものだからって村に連れて行かれちゃった。私村には行きづらいから、きちっとも、ダストン様に会えなかったんだ。やっぱりもっとポツコンにいいよ。そんなこと言う。これを見て、見やがるんです。はは、これか、能力すごい。ギャギャ。冷たいんじゃねえの？こいつに触ると体に力が入らず、漏れなくて、ひにゃひにゃになる、なれるんです。なんて役立たずのやつなんでしょう。鼻がしごれた。
ちょっとダストンさん、私にたくさん触るの危ないよ。危ないです。そんなの全然へっちゃらですもんね。本当かよ。なぜなら。わしにとってポンコツよりなものより大事なものって何一つないんですか。復活した。決めました。あんたはポンツコ4号と名付けましょう。あれ ?3 号誰でしたっけ ?3 号忘れちゃいましたね。ダストン様ってのは変なの。さっきの見たでしょ。私、こんな変な男性で村のみんなから怖がれてるの。でも不思議とダストン様は私のこと怖くないみたい。だからね。ダストン様は村にいるのが嫌だっていうのはこれか。あれか ?3.0 でダストンが出てきた時に確かなんかそれっぽいのいたような気がする。リリチェラ、おいリリチェラ、ダストン様ここにいるんだろ。入るぞ。あギャギャ、あんた。もうバレてんじゃん。大和也さん、先に見つけてくださったんですね。やはりここにおられましたか、ダッソンさん。急にいられてなられては困ります。村の者にな、心配しております。いい加減にしてください。わしはあんたが思ってるような役に立つもんじゃねえってやつは。またまたご冗談を。今まで儀式の準備に時間かかってしまい、ダッソンさんもお待たせしてしまいましたが、もう間もなく恵みの儀を行います。これで思う存分力を発揮できますよ。さあ一緒に村へ帰りましょう。すげえ信用されてます。なんもできないですけどね。やめてください。ねえ、村長、ダストン様嫌がってるよ。だから連れて行かないで、お願い。何を言ってるんだ。恵みの儀をしないと食べるものがなくなって村人が苦しむことはお前も分かってるだろうね。でも、わがまま言うんじゃない。これは村人全員の命が変わっていることなんだ。さあさあ、こうして話してる時間も惜しい。村へ戻れますよ、ダッサンさん。ギャバー。ああ、それからカズヤンさん。私たちは一旦村に戻って準備を進め、すぐにでも恵みの木に向かいます。恵みの木にはぜひあなたにもご参列いただきたい。どうぞ恵みの木の前までいらしてください。恵みの木は村より南、ここからですと南西の位置にあります。それではまた後で会いましょう。了解。じゃあそことあとなんか洞窟が一個あるんで、まあそこが最後になるんですかね。多分塔みたいなのもあるはずですね。ってことは別のエリアがあるのか。ダストンさん。決めた。私も恵みの儀を見に行く。村のみんなでといらがるだろうけど、私、ダッソン様のこと一心配なんだ。私が恵みの儀に行くってことはみんなには内緒にしておいて、ね。それじゃあね、カズヤさん。置いてかれた。置いてかれましたね。なんでこの椅子が一個あるポツンとね。宝はなさそうですね。あ、これ本か。こんなのありました。なるほど。それは完全におまけです。いいっすね。リリちゃん専用ベッドっすね、これ。デザインが違うもん、裏のやつ。こんなとこもシレットあるんですね。特になんもないです。じゃあ次は恵みの木ですね。行きましょう。カーレルロンチャーっての言ってない。やっぱりもう一つエリアありそうですね。的がないんで、このエリアに。どこのエリアもマップが二つあるってことでいいのかな、とりあえず。
いや何もできやしねえんです。なんで言えばわかるんですか。あんたどんだけわかるでやろうですか。おお、風が寒い日来ていらっしゃいましたが、それでは早速始めましょうか。儀式の準備は全て整った。これを寝上の儀を執り行う。伝承では伝説の緑の者が玉光の江戸魔鉱石を掲げて祈りを捧げる。ただそれだけで恵みの木や息吹を取り戻したという。ガラクタを見つけましたね。うわー、逃げた。ガラクタ認定されなかった。さあ、ダッソン様、よろしいですね。恵みの木のすぐそばに向き、祈りを捧げてみてください。これで起きたら奇跡ですけど。キャッキャー。祈ってね、怒ってるだけじゃねえ。あ、ギャギャギャ。なぜだ、なぜ何も起きない。ぜーぜー、ゴーゴー言ってますけど、うわー、なんか出てきた。ギャー。これ戦うんですか。うわー、ママ怖いよ。大丈夫、ママにしっかり捕まっていなさい。ダッソン様が警備してくれるので一番安全ですね。あぎゃー、何するんです。あんなこと、こんなことするなんて堪忍ですよ。大変、すぐにダッソン様を助けなくちゃ。どういうことだ。地中に緑のものが引きずり込まれるなんて伝承にはなかったぞ。 ロープだ。村中のロープをつなぎ合わせてダッソン様を引き上げ、儀式をやり直そう。村長はロープで引き上げるって言ってたけど、そんなことしてる間にラッソンさんはどうなっちゃうかわかんない。お願い、カズヤさん、ラッソン様を助けるため私に協力して、まあね、国会東にあるカーレーの、あ、これで行くんだ。氷雪層は、恵みの木の地下に繋がってるんだ。そこを倒って行った方が早いと。カーレーの氷雪層って、ユージロ、お前、氷昇機かよ。あそこに白銀の死神がいるんだ。うわー、強そうなボスがいるんですね。
いるんだぞ。うん、とっても恐ろしい魔物だからって村のみんなは絶対に近づかないよ。分かってんだろ。後のことは村の大人に任しておけばいいだろ。なんでお前はそこまでするんだよ。みんな知ってるだけあっしね。物心ついた時にはお父さんもお母ちゃんもいなかったんだ。育ててくれた、ばっちゃんもあっしがちっちゃい頃に死んじゃったから、それからずっと一人で生きてたの。うん。生まれつきのこの変な力のせいで村のみんなから嫌われちゃったから。あっしにとって触れることってのは、誰かに嫌な思いをさせることだった。だってそれは当たり前だったんだ。だからあっし、ラスコンさんは何気なく触れてくれた時すごく嬉しかったんだ。私どうしてもダストン様を助けたいの。だから白銀の死神も怖くない。どうなったって知らねえからな。俺はダストン様を助けるために村にも長いローブを作るのを手伝ってくる。手伝ってくるぞ。お願い、カズヤさん。ダストン様を助けるために私とカーレンの小説を言ってくれ。この BGM、いや、良すぎてね。ありがとう。そう言ってくれると信じてる。足はダース、カズヤンさんの後をついていくからよろしくね。よし、それじゃあ急いで向かおう。カーレーの氷雪層の入り口は、あれですね、ドラクエ7の道。恵みの木のちょうど東だよ。解放者様、これを先にイーサーの村の者が、古くから白銀の死神で恐れる魔物が包みついているようです、ね。フビア様に怪我を負わせた魔物とのご絶好が立ち入り禁止としております、ね。ご友人を助けるためこの先に向かいたいんですか？ということでしたら仕方ありません。ですが、白銀の死神は見つからないようにくれぐれもお気をつけください。骨タイプってことっすよね、死神は。どうでしょう。あれもドラクエの死神だから、なんかローブをかけてるやつっすか。いや、広いっすね。いや、これ広そうだぞ。明濁院はあれっすね。そのあれか、氷のやつはねえな。やつはないって。こいつからっすか。ブリザードか。いや、強いっすよね、この敵。ザコが強いんだよな、普通に。ふぅ。
ポン。オッケー。うん、炎の文字を取ったね。どう行きましょうね、これ。いやー、めちゃくちゃ迷路っすね。あ、ここに一個あるな。よし。天竜草。マディライト。あ、これ登れねえよ。なるほど、一方通行になってる。ああ、こう落ちたら戻ってこれないですね。じゃあちょっとこっち先見てみましょうか。いや、なんもなかった。なんもなかった。いや、これ綺麗っすね。何気に。洞窟の中だと。いや、もう敵合いすぎて、これむずいっすね。これ、これは取れねえな。近くじゃ。この辺だったら取れますけどね。もう綺麗っすね。いやー怖いね、飛行。わあヒュッ。で、どこに行くんだ？下に来たって感じですかね。あー、で、こっちに行けば元に戻れんのか。おそらくね。一応行ってみましょうか。宝があるかもしれない。あ、なかった。なかったっす。あの、なんか違いますね。これ何？関係ない。入り口。いや、はしごをこのまま登れんのかよって。あ、来てないですね。マーティライトがある。あ、宝あった。宝あったわ。オッケー。加減のリン。やべえな、装備欄がちょっとなくなりそうっすね。うん。装備の空きなくなったら教えて。整理しましょう。雑なタイプの人間だとは思うのですが、朝夜のモフさんのご飯をあげるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。これはもう何もない感じですね。うん、ないね。最初のとこか。回って左に行きましょうか。ない。あ、あった。こんなとこ。青だ。青です。
この先の洞窟最深部には大変危険な白衣の死神が出没してますね。やっぱいるんですね。あの、地底湖ってとこにいるのかな。ここにしれっとありますね。折れたんだ。あ。なんか俺の方よりそっちの方が反応良さそうですね。ではまずこっちから行ってみましょうか。金作うまいっすね。飛び降りちゃうか。あっと。身代わりの子。いいっすね。いや、ここ鉱石いいっすね。めちゃくちゃ金作できんじゃん。この時点での。この時点での。まあ、今日がっつり持ってかれましたからね。あの、ハロウィンの感じで。ええ。飽きなくなったもしかして。まさか。あれっすね。イベントのやつ一個捨てるしかないです。できた。燃料切れなしと。これでいいのか。よし。もうおそらく宝ないんじゃないですかね、パッと見。これ一番最初ってことです。ないんであれば僕で行っちゃいましょうか。いいっすね。いやー、鉱石うまいな、ここ。よし、じゃあ元気なの使いましょう。元気なの。いきます。あ、ちょっとまだ続くじゃねえか。まあ、いった。一直線だ。きな、ピンク豚がいるな。ピンク豚。お、来た。また青だ。金かな？あ、宝があった。小さな目だ。
見れない。いや、宝いっぱいありますね。でも天竜ですか。いや、盗賊の鍵ないと何もできないっすね、これ。黒宝しかねえの。さあ、着きました。よし、ボスで死を間違いなく。いいぜ。ブブ、いやいやいや、やめるです。くすぐったいです。ダストンさんも大丈夫。ギャー、あんたらこそ何しに来たんですか。もう心配して迎えに来たんで、怪我とかなさそうでよかった。今すぐ一緒に戻ろう。それがダメなんです。こっから出ようとすると、根っこは邪魔してくるんですよ。リルチラの力でなんとかならないですかね。恵みの木が、恵みの木どうしちゃったんだろう。うん、カズヤさん、少しの間、足がこの根っこの動きを止めるから、この間にダストン様をこっから連れ出して。それじゃ、せーの。えい。わー。出てきた。これが死神？まさかの想定と全然違うんですけど。びっくりしたなぁ。ああ、わざわざ隠れてたのに、君のせいで体の力抜けちゃったじゃねえか。あなたが白銀の死神？その呼び名に実に不本意だな。僕にはもっと素敵な名前があるのに。いやー、なんか出てきました。僕はスロスティ。特技はいろんなものを凍らせたり操ったりすることでいい。凍らせたり、操ったりする。じゃあ、恵みの木を、ね、凍らせたのをダストン様をさらったのはあなたなの？なんでそんなこと？答えは簡単。なぜならそれは邪悪なる意志の申し召しだからさ。邪悪なる意志？変なこと言ってごまかそうとしてもダメ。今すぐに恵みの木を元に戻して。僕は凍らせることはできても元に戻すことはできないよ。それができるのは伝説の緑のものだった。だから僕、君たちに恵みの儀をしてもらっちゃ困るんだ。でもバレちゃったからにはしょうがない。こうなったらそこにいる緑のものも凍らせてやる。こら、やめなさい。あー、こけた。こけた。賢いっすね、こいつ。さっきは火を使えてびっくりしただけ。分かっていや、そんなの怖くないよ。ほらほら、僕の邪魔しようとするのは君を痛い目に遭っちゃうよ。雪だるま。雪だるまの。いやー、でかくなった、でかくなった。でかいなぁ。お願い、カズヤさん、ダストン様を守って。いやー、これ戦うんですね。でかい。単体ですね。単体っぽいですね。フロスティ。いきなり俺に来てる。ナイスガード。ナイスガード。いいよ。いやー、ほら。
これそう、キラポンした方が良さそうっすね。俺に来てんだよ。治った治ってる。キラポンかかってんじゃん、ヒヨコさん。ブラックホールでしょ。いやー、ちょっと待って、行って。ユースを。ピンクに買ってんの。やべやべ。いや、ちょっと、あぶねえ、耐えた。あぶねえ。いや、ちょっと、また、スイッチをかけてみます。スイッチをかけてみます。これが痛いっすね。なんとか耐えてますね。はい。トモが死んじゃう痛さです。だから、よし、オッケー。二人。ひよこさんがとどめさした。撃て。なかなかやるじゃないか。でも緑もさえなければ。ダメ。ダストを求めた。ああ、これいいシーンですね。だって、ふにゃふにゃになるのに止めてますもんね。余計なことするんじゃねえですよ。ダスト様。いやいや、こんな時にはね、あんたの力、本当にポンコツですね。話して、このままじゃダスト様落ちちゃう。話すねえです。言ったはずですよ。わしにとってポンコツなものより大事なものなんて何一つないんです。いや、ダストン様。ダストン様。ああ、ふにゃっと。二人で落ちたんだ。いや、ダストンめちゃくちゃいいやつじゃねえけど。お、来たね。なんか力を、ダストン力を出したんですか。あんた、これ何なんです。わかんねえ。でもこれ緑の光、暖かい。ね、ダストンさんからいっぱいもらった元気が体の奥から溢れてくる感じがする。リュウチラ、リュウチラ、あなたをずっと待っていました。そう、あなたこそが緑の。あ、そうなんだ。ダストンじゃねえんだ。リュウチラが緑の。
はい。今こそ分け与えてもらった力を得て私へと解き放し、みんなへ、恵みをもたらすのです。紛らわしいよな、ダストがこのタイミングで出てくるの。どう見ても緑のものですよね。足跡だったんです。いや、怖いな。怖いな。見えないです。ああ、来たね。こいつあれか。出てきたやつですね。炎の了解で前延長を失った時は何かの偶然が重なったかと思った。かすかフロスティをも倒すとはな。神の器に逃したが、まあ、次の手を打つとしよう。解放者か。面白くなりそう。ダストン様、ロープを持ってきました。今、助けます。な、リュウチラ、お前、その姿一体。なんか、ふにゃってするときに、ちょっと緑色だったんです。緑になりました。すげえ驚いてますね、そっち。治ったぞ、恵みの木は元に戻ったんだ。ああ、本当にありがとう。ありがとうね、リリチラ。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録。高評価、ツイッチや TikTok のフォロー、拡散などお願いします。あなた、私たちは大きな過ちを犯していたのかもしれません。リルチア様、どうか今までの比例をお許しください。村長、いや、やめてよ。私は元気泥棒のリルチア、急に様付けなんておかしいよ。いえ、まだ驚きは隠せませんが、あなたが恵みの木を直したことに間違いない。これが示す事実は一つ。急に、急にですね。あなたこそ伝説の緑のものだったんですね。申し訳ありませんでした。違う。私はこんな風にみんなに謝ってほしかったんじゃないの。私ね、本当は今までずっと寂しかった。当たり前みたいにギュって抱きすぎたり、いい子いい子って頭を撫でてもらったり、そんな普通のことが羨ましかった。みんなに怖がれてるのも悲しかったけど、こんな風に様付けで呼ばれたりするのも嫌。
もっと普通に接してほしかったんだ。ウィルチェラ。お前の気持ちは分かった。一旦村へ戻り、これからもこそ話そう。リュウチェラ、それでいいね。私はペーだけで何の役に立たない波なんて、わしをもらってやります。だからあんたはとっとと村に戻りなさい。いいですね。うん。カズヤさん、ダストンさん。あなた方にもお礼と謝罪を要せねばなりません。我が家まで来てください。お待ちしています。いやー、いい話だった。いや、感動しちまったよ。うん。風は室人たちと一緒にイーサー村まで戻った。じゃあ村長の家ですかね。そうですか。ではこの村の食料不足も間もなく解消されるんですね。それを聞き本当に安心しました。ああ、カズヤさん、来てくださいましたね。あなたお待ちしておりました。カズヤさん、話は村長から来ました。私が炎の了解で食料の確保をしてくる間に村を救ってくださったとか、ああ、そうか、食料の確保もしてきたのか。そうですね。おかげでこの了解の塔への道も通れるようになったそうですね。さすが解放者もありがとうございます。恵みの木から元のように安定して食料を得られるようになるまではまだもう少し時間かかるでしょうか。教団からも援助できることになりました。カズヤさん安心して、表彰の政党へとお進みください。すぐにでも出発したいところですが、村長あなたに話があるようです。では全員が揃ったところで本題に入りましょう。どうやら私たちはあなた、いや、お前の力についてか誤解していたようだね。あの力は恵みの木の危機に備え、生命力を高えておくものだったと、知らなかったという今まですまなかった。それであれからよく考えたのが、お前に一つ提案したいことがあるんだ。どうだろう、リーチェル。これからはこの家で私たちと一緒に暮らさないか。この家で私が。夫と相談したのですが、あなたさえ嫌じゃなければ、やはりうちへ来てもらうべきだ。今まで寂しい思いをさせてしまった分、これからの時間とあなたと一緒に過ごしていきたいのです。私はお前の力を忌み嫌い、ダストン様の言葉をまともに聞けず、多くの者に、迷惑をかけた。何より村長としてまだ幼い子供であるお前を一人きりにさせてしまったと許されることではない。どうか私にこの過ちを償う機会を与えてはもらえないだろうか。村長と奥様の気持ちは嬉しいけど、私はやっぱり村に合わないよ。それにみんなも戸惑うと思うし、そんなことはない。村の者も心の奥底でずっとお前のことを気にかけていたもんだ。ダストン様、これからどうするの？カズヤさんと一緒に行ってしまうの？わしはもともと見たこともないガラクタを集めるためにこの奇世界に来たんです。それなのにだいぶ足止めされしまいました。この氷はもう見飽きたんで、これからは炎の了解とやらで見てこいと思った。いや、炎の了解行かなくていいですけど、次のとこ行こうぜ。あ、ダストンさん、炎の了解にご興味があるのですね。そういうことでしたら、教団を食べれるよう手配しておきましょう。じゃあ、私もダストン様と一緒に行きたい。ね、いいでしょう。
そんなのお断りです。どうして？あんたにはがっかりなんです、ポツコン4号。何の役に立たねえ、ただのポツコツだと思っていたのに。本当は役に立つ人だったなんてひでえです。あんたってもうただのモートポツコン4号ですよ。またこの流れかよ。そんなあんたはみんなから大事にされて暮らしていくのがお似合いです。だから連れてってやったりしませんか。もうそんなはっきり言うのはダストン様ってひどいな。でもダストン様の言うことは分かった。ありがとう、ダストン様。ダストン様、本当にご迷惑をおかけしました。また氷の妖怪来ることがあれば、イーサの村にもぜひお立ち寄りください。ねえ、ダストン様、また会える。さて、どうですかね。ただこれだけは言えますよ。ポンコツがあるところにいつでもわしは現れる。なんか名言っぽく言ってますね、シルエット。まだ見ぬガラクタを求めてわしは行くんです。では、さらばですよ。名言が生まれました。ポンコツがあるところに私は現れる。ダストンさんのことはご心配なさです。教団の方には注意しておくように連絡しておきますので、そこから。私はこのぐらいやるべきことを踏ましてから、次に追いかけますね。カズヤさん先に塔へ向かっていてください。カズヤさんお待ちください。これは村を救ってくださったあなたへのお礼です。小さめで60枚。すっげえくれたよ、経験値も。すっげえくれましたね。表彰、政党には恵みの木を越えて南に進んでいくとたどり着きますよ。くれぐれもお気をつけください。カズヤさんもいろいろありがとう。一緒にダストン様を助けに行ってくれて、私本当に嬉しかった。もっと一緒に遊びたったけど、カズヤさんにはカズヤさんのやるべきことがあるんだよね。じゃ、カズヤさんにことを応援してるよ。また会えたら嬉しいな。頑張ってね。バイバイ。いやー、いい話だった。109になりましたね。またあれと限界もやらないとっすね。限界やらねえとだ。いや、とりあえず塔の直線まで行きましょうか、まずは。恵みの木を越えた先っすね。はい、了解です。あれか、部屋も入れんじゃね。部屋も入れると。うん、じゃあ、宝あるね。はい、早いな。順番に行く。なるほどね。リルチェアに会いたければ、ここに来れば会える。ブルーボール。枕が見つかる。もしかしてあの儀式の後からでも試すわけにいかないし。カズヤさん来てくれたんでありがとう。ノグリット村長と奥さんはこれからこの部屋を使っていいって言ってくれた。家の中に自分以外の誰かがいるって変な感じを作らないんだ。でも不思議と嫌な感じはしない。モフさんとオジヤンです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。場所悪いっすね。場所悪いな。この角度で撮るしかないです。あ、座れんのか。いや、俺座れねえよ。もういいじゃん。じゃあ俺この辺立った。上から撮りましょう。
バージョン3の話は結構あれですね、シンプルですもん。シンプルだけど、まあ、いい話です。バージョン2はかなりボリュームありました。今回とまあ、バージョン2に比べたら全然ボリュームはないか。いやだと思った。まあ、うちらとしては最新パッチまで行けばいい。ボリュームは全然問題ないです。今のところはね。言いましょう。ラインの方がめちゃくちゃ時間かかっちゃってます。木のエリアが歩けるようになって。あ、ここ歩っていかないといけないんだ。そうなんだ。でも乗れてんじゃねえか。乗れてんじゃん。なんで解除されんだ。だからありそうっすよね。ああいうとこもありましたもん。解放者もここから恵みの儀を行うを見てもらえるでしょうか。今回もあなたのご尽力あったそうですね。さすがです。この道を進んだ先にこの領海の塔、表彰の、帝都があるのを、確認しています。どうぞ。気をつけて。了解。え？あれ、ありそうですけど、ないですね。ないな。あった、あった、あった、あった。エルフ。また解除されてる。めんどくせえ。もっと来ましたね、どうだ。あれだけ私たちが止めたのに、やっぱりお兄ちゃんは奈落の門を越えてきちゃった。お、来たね、妹だ。お兄ちゃんはこっちに来ちゃいけなかったもん。だってお兄ちゃんは、このナドラガンドで死んじゃうもん。どう？いい、マジで？そういう余地が見えてるってことですよね、本当に。こんな大事な時に邪魔が、詳しい説明してる暇はないみたい。ごめん、私もういい。お兄ちゃん、今ならまだ間に合うかもしれない。だからこれ以上この世界に。うん。カズヤさん、よかった、追いついて。いや、気になりますね。どうしました？そんなところで立ち尽くして。ああ、あれが、表彰の政党ですね。強縁の政党とはまた違う。なんと、優美で凛とした。早く参りましょう、カズヤさん。ここからは私もあなたと一緒に向かわせていただきますんで。いやー、ほとんど戦ってねえじゃん。
ミスターガリック節限ゲームですか。じゃあ行きましょう。ダークシーザラキーマっつって、危ねえ危ねえ危ねえ、ザラキーマとか言って、危ねえ。いや、怖えなぁ、もう。ギターフォンかけたね。こっちです。そっちか、聖女です。強くないです。ラッキーマが怖いっていう感じですね。うん、オッケーです。広いなぁ。ナトラガシンの祠っていう謎の祠があります。それ以外は遺跡と聖塔と。一応入れるっぽいです。そっか、あれか、炎の領界でもありましたもんね、ほら。それと同じタイプですかね。ああ、同じタイプですね。これ、もちもちステラと来るかもしれないですね。宝があった気がするんで、宝見てみましょう。なさそうですね。なり。こういうところで探した方がいいのか。ここは入れるね。うん。ないですね。ないか。なんかありそうっすね。うわ、いるね、ライオン。ライオン来ました、ね。いやー、3体でいった。しかも、こいつ戦ったやつじゃねえけど。いや、もうボスがもう、普通にモブで出てきてんじゃねえけど。ヒラグレード。やべやべ。ヒラグレードやべ。いや、ちょっと500やってんじゃん。死んだ。全滅したよ。いや、ちょっと逃げる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 わ。ちょっと待って、危ねえ、クソっぺ。うー、逃げられないー。いやー、最悪だ。最悪だ、死んだ。いやー、まさかこんなとこで死ぬとは思わなかった。いやー、ちょっと復活するわ、復活する。強いね、あいつ。もうちょい広いところでやった方がいいかもしれないですね、やるってのは。さっきの戦ったボスの時は強めに設定されてんのかな。いや、この辺つか全滅してたから。
これ氷月竜。こいつは戦わとうだ。まただよ。これだ。じゃないです。じゃあ多分ね。アンゴロ。これも強そうっすね。要注意っすね。とりあえずちょっと見破り、見破りたい。とりあえず。とりあえずは見破りたいっす。実は大丈夫っぽいです。ライオンだけだな、やばい。聞いたことのね、ギラー系の技使ってきましたね。あんなのあんのかよ。小さな。お前かよ。お前か。私はここでシスターをしながら、正面と正当に入るべきものを見定めるための試練を課しています。あなたが正当に入る資格を持つのは試練に挑むでしょう。どうしても正当大臣を受けたいですか？はい。わかりました。この、白骨の、竜のいるアンゴラを倒すと手に入る。第一の試練のサッコバス、あ、さっきのやつね。お持ち帰りください。これも試練のために必要なこと。調整さんで試すためにパスは私がアンゴラにばらまいておきました。時点に入れることができたらここに戻ってきてくださいね。それでは。どうしましょう。あ、ペタのぐらいやね。そうだね。このマップだけ終わらせちゃおうか。あとちょっとだけな。次回このお使いと、あと限界クエもやると思います。限界クエと、
扱いです。さあ、隣のザコも、まあ、お題が出るかもしんないんで、一応残しときましょうか。宝だけ回収する。白い鳥。白い鳥は珍しいですね。いやー、これいやらしいな。こんなとこにあるよ。いや、これいやらしいですね。お、あ、いやー、いるよ。あ、ライオン注意ですね。怖え。怖すぎる。はは、来た、来た。あー、違う。パンドラボックス。いやー、ちょっと偽物が入ってたよ。はは。見破っとけばいいですね。確かに。見破りますよ。あれですね、青宝で出てきたってことですね。逃げよう、逃げよう、ライオンがいる。ライオン、ライオン怖すぎる。もう次回リベンジしたいっすね、ライオン。いや、さすがにいけると思うんですよね。サポートが強いんで。だから、それ、あの、ギラを食らう範囲内にいない方がいいっす。うまく散らばる感じで、やれば、まあ、なんとかなんじゃないかなとは思う。あ、ない。あ、あ。じゃあ、村に戻って終わりましょうか。いさの村。次回は限界クエと、お使い。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。